はい、魔王伝ですね、やっていこうかなと思います。そっか、最初のフロアはこっから、避けて、ワープして、強いね、装備がね、欲しいなーっていうところですね。あれ、どこだっけ？この先か。多分、なんだろう。違う。ブロードソーズじゃないな。カムシーナ。カムシーナだ。なんかね、カシムーンって呼んでしまうのはなんでですかね。魔法とかも結構覚えました。ただここは、エイミングだな。武器よりもやっぱり、技ですね。技で全然強さが違ってくる。イーミングそろそろ覚えないかな、極意。こっちでしょ。トゥ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 あの別にあのご機嫌とかそういうわけではないですけど、やっぱり口ずさんじゃいますね。頭の中が、ちょっとふわふわしているとね。アラバイって何？聞かないな。なんか眠りそうだけどね。たまにね、こう自分で、ここか。ここが開いたのか。指輪なくなってるか、じゃあ。いや、指輪あるな。多分ここですよね、入れなかったの。よし。なるほど。BGM が変わった。これ動きそうだね。動かなかったね。なんか動くやつありそうじゃないですか。これセーブ2つして、あ、なんか勝手に進んだ。ちょっと待って、なんかこれ、あ、動いた動いた動いた。どっちだ。てて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 。結構ね、自分ではね、うまいこと音程っていうか取れてるつもりなんですけど、実際聞いてみると全然なんですよね。なんか高低差がないっていうかね。おーっと、新しいやつだな。やばそうだな。ポーン。サラさんは魔法でも使っとく？シャドウボルト。技もそろそろなんか覚えてほしいな。何気に痛いし。セルフバーニングはよろしくなくない？よろしくなく、よかった。あ、でも一回か。一回だったらちょっと。属性が、魔法、これ、鍛えないと全然使えないのは。
ぶ。HP 高いな。ここを進んで、ちょっと入れない。何あれ？ここ入れるね。あったかろうか。あ、これ、骸骨か。ファイヤーバードとか、そんな感じ？エルムバード。いや、エイミングだな。ナップってなんだっけ？まあいいや。多分弓打ってもこれにはこまあ8よりは入る気がするな。魔法がまあそれなりに痛いです。まあ、HP は500ぐらいかな。エイミング強いな。武器変えたからかな。モニカさん HP 上がって。なんか手に入れた。アセツのベルト？何と変える？カードブーツいらないな。これなんか、マイナスの効果ない。大丈夫？それたら、怖いなぁ。大丈夫か。こっち行こうか。骸骨。あ、今走っちゃったな。強いね。防具も欲しいけど、武器も欲しいなぁ。全体やばい。強い、モニカさんの技が欲しいですね。エイミングが強い。で、極意そろそろ。そろそろいいんじゃない？よし！ただ、エイミング何気に、強いから、次はノー割りかな。混乱させるってあるんですけど、このゲーム混乱があまり戦闘状況をよく、これなんだっけ、ミクサー、ロマサガ2ではレアキャラですね。トゥ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 。硬いな。よし。倒した。これ分かりやすい、分かりやすいですよね。場の属性が分かるので。2だったらね、なんか、結構分からなくて、回復したから分かるとか、そういうことが多かったので、ちょっとね、察しがいい方は分かるかもしれないんですけど、眠たいですね。あれ、HP 見れないな。サラさんが HP 危ないな。モニカさん素早いですよね。あくびとかが入るかもしれないですけど、
すがにちょっと切りがいいところで攻めて、奥までたどり着いて、よし、こっちかな。はい、あ、右か。わかりづらいね。ここ扉じゃないね。これどうなってる、これ。あ、当たった。それはよろしくないなぁ。指返しだな。いや、もう失礼剣とか使っていこう。なんか技は、なんかちょっとひらめく自信がない。強いのかな？どれだっけ？全、違う。あれ？あれ？あ、これか。スパーリングミスト。でも、攻撃ではないな。サンシャインも。だらめ。これ、あ、倒したね。30ぐらい。あ、そんなに HP ないな。なんか最初にコテンパンにされたギリギリの戦いで倒した敵とは若干ちょっと違うのかな。舌が回らなくなってきたのはちょっと非常にまずい。ただ録画時間的にはもう少し頑張れそうな気がする。あくまで録画時間ですね。体力的にはちょっともう厳しいで、あまりにも大丈夫、これそろそろ危なくない？モニカさんとサラさんの HP が2人、低いコンビがちょっと HP 上がってよ。 HP 上がらない。これ裏にいるけど当たるんだよな。失礼、つかまつ。わからなかった、言えなかった。エイミングが強い、でたらめ。まあ、毒にならなければいい。毒になった。もう、でたらめは全員に当たったよ。嬉しい。あ、強い。プレイして、倒して。ここは生命。何気にね、魔法も全然使ってなかったので。これ魔法使って、まあ、術のレベルとか上げていくと、売られている魔法が増えるとかってあるのかな？カムシーン、水は大丈夫、大丈夫だね。よし、このヘビなら大丈夫でしょう。ああ、ちょっとあくびが。モニカさんの HP アップはでかいです。戻って、
なんかこの辺戦いたくないな。早っ。あーやばそうなの来た。これなんだろう名前。風の精霊とかスプラッシュ失礼捕まって、ちょっとボスと戦うイメージで外す。ただこういう時が、あ、倒した。思ったんですけど、これ技でユリアンさんで習得で剣技で竜、どれだっけ、指返し覚えさせておこう。まあセーブだね。あの荒ぶってるのは避けるの無理そうなので、まあ十字でいいか。エイミング移動ブレ、まあまあ一撃耐えればいいでしょう。ちょっと攻撃が外しすぎです。かエイミングはもう極意覚えたんだっけ、忘れてた。まだ覚えてますね。あれは通せんぼかな。いや動くでしょ。動かないや。待って、アラケスの戦記ってほら明らかに中ボス的なポジションだな。あ、これ よし、あ、でもこれはミスる。倒せる？よし、倒した。 HP はそこまで高くない模様。なんかひらめかないかな。麻痺は痛い。この辺りの敵でそろそろひらめいてもいいんじゃないかなと思うんですが、ひらめかないですね。え、ああ。さすがにいいんじゃない。フェロモンって確かコン、お、瞬速の矢ひらめきますね。ということは結構強い敵ということで、これひらめきはそっか、もう一回ひらめききついな。ひらめきの極意はめちゃくちゃきついぞこれ。なんか休憩ポイントとかないよね。え？いや、としか言葉出なかったな。
どうしたらいいんだ。まあまあそれぐらいのダメージなら攻撃を外す、外していく。これあ困難か、困難で攻撃をできなかったわけですね。これひらめきに関しては一回ひらめいたら極意に入れてほしいですね。SP の上がりはいいよ。技が使えないのがモニカさんだから。どれくらい回復する？しまった、別のところ見てたな、術だったな。まあいっか、これ避けたいんだけど無理だわ。なんかミノーンみたいなのが現れた。じゃあせい、上から倒す？初めての敵だけど。上げ抜いき、ああ、吸収系はね、怖い。36か。投げ抜い本当に当たらないな。そしてついでに斧も当たらない。もうね、当たらないもの狙いはやめておこう。チャージは痛い。違う？若干トゥ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 、音程が、音程に関してはちょっと眠いのも相まってひどいですね。あ、眠い。ちょっと全体攻撃でもね、50前後ぐらいだったらまあ良心的かな。あ、ブドウ切って初めてだな。誰？ユリアンさんがいいかな。上がりますね。こっち行ったら？おー、なんか新しいとこに出た。っていうか、このダンジョン広すぎないですか？下は行って。うわぁ、勝てるのかこれ。ちょっと追加セーブして、ここで勝てなさそうだったら戦って終わろうか。あー、これあれか。デミルーンって強かったかな。
速でたらめかな。それはまずそう、非常にまずい。ユリアンさん攻撃食らったらやられる。うまいこと攻撃が分散することを願うしかないな。回復アイテムが足りない。ユリアンさんでいいや。寝るんじゃない？あ、でも味方にも効果があるってことか。やめてそれ。もう弓が当たらん。強い。攻撃が分散してくれてるのが非常にありがたい。よし。あ、お金か。ちょっと、キリがいい。もうキリいいのかな。眠たいので、ちょっとこの辺りで終わりたいかなと思います。